デステン・ヌドルブは、フランス海軍のデステン・ヌドルブ級通法艦一番艦。艦名は、第二次世界大戦中、レジスタンス運動に参加し逮捕、処刑されたオノレデステン・ヌドルブ海軍隊員に、由来する。デステン・ヌドルブは、DCN ロリアン交渉で建造され1972年9月1日に、寄港、1973年6月1日に、浸水。 1976年9月10日に就役する。1979年9月23日にオリオールと命名都市の関係を結んでいる。デスティエン・レドレブは当初トゥーロンに、その後ブレストに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務にあたる。 1999年6月30日に退役する。米コズはトルコ海軍がフランスから購入したブラック級コルベットの4番艦。艦名は米コズに由来する。米コズは2000年11月にフランスから購入し DCN ブレストにて回復作業が行われた後2002年3月18日にトルコ海軍に納入された。ありがとうございます。